長崎県内の一中江の島は、長崎県の平戸島と行き着き島双方から約2キロの沖合にある長さ400メートル、幅50メートルの無人島で、キリスト教が禁止された17世紀前半に、平戸藩によって、キリシタンの処刑が行われたことから、いわゆる隠れキリシタンの聖地となった。住職分は、平戸重中野町に属すが、上陸は不可。 文化財保護法による重要文化的景観、平戸島の文化的景観に選定されており、2016年に世界遺産登録審査予定であった、長崎の教会軍とキリスト教官連遺産の構成資産、平戸島の聖地と集落の対象でもあったが、世界遺産の推薦は一時取り下げられ、改めて2018年の登録審査対象となった。 1612年の江戸幕府による近況霊後となる1622年に平戸屋行きつきで宣教し、現在の田平町で家計に処せられたカミロ・コンスタンツォ、神父に協力したヨハネ・坂本・サイモンとダミアン・デ口が、ついで弱き向かわくぼこ・兵衛とヨハネ・ジロ衛エモン。さらに2年後には、坂本と出口の子供3人を含む家族も、中江の島で処刑された。 ヨハネジロー・エモンは中江の島に向かう船の中で、ここから天国は妄想遠くないと言ったと伝わる。こうしたことから隠れリりタンの間で中江の島は聖地とみなされるようになり、お仲へ様、お迎え様、三十安様などと呼ばれ、島自体が信仰の対象となった。神父がいないため隠れリりタンはお授けの儀式を自ら取り仕切ってきたが、その際に必要な 三十安様のお水を汲み取る、お水取りの行事が行われる場所となり、平戸、行きつきのみならず、西そのぎ半島の三重村かし山からも授かりに来ていた。中江の島は、隠れキリシタンのオラ所にも歌われている。お水取りは、五三町、五誕生、あがり様、四十日目様、十日目様といった、キリスト教由来の祝日や、急病人が出た際、 また2000年代半ばに廃止となった初夏と晩秋に行われる風止めの岩立てと風止めの岩上樹などに行われる。近況時代は人目を避けるためや半に徒党するか、日中であれば漁師の隠れ切り師団が漁の合間の休憩を装い上陸した。島へ向かう戦場でもオラ所が唱えられる。中江の島島,島全体は岩場で、中上設理をなす。上部には松や笹が生い茂り、 北側は切り立った崖で、南面がわずかに開けており、そこに昭和初期に混流された巡教者を祀る祠があり、その先の岩の裂け目で、お水取りが行われる。小座を四季そくに火を灯し、生態に見立てた幹と刺身を持った酒と皿を置いて、祈り、裂け目にかやや葉を刺して、同感とし、一生瓶につないで滲み出る流水を受ける。これが清水である。 採取された清水は、お授けや葬儀以外に、家清め、家払い、野立ち、持ちならし、新鮮の魂入れ、仏壇の魂入れなどに用いられる。伝承では、どれだけ日照りでも清水は枯れない、オラ書を挙げると清水が溢れる、隠れキりしたン以外の人が訪れても清水は湧かない、清水は腐らない、採取した清水は、目減りしない、などと伝わる。 原則上陸不可ではあるが、2017年7月に、平戸市がボランティアを募集して、漂流、漂着ゴミの回収作業が行われた。この節の参照、引用はすべて外部リンク。ありがとうございます。